ペトラは、ヨルダンにある遺跡。四海と赤羽湾の間にある渓谷にある。四海から約80キロメートル南に位置する。また、ペトラとは、ギリシャ語で崖を意味する。1985年12月6日、ユネスコの世界遺産へ登録。2007年7月、新、世界七不思議に選出。ペトラのある地は、自然の要塞であった。また西にガザ、北に、 ダマスカス、公海にも近く、中東での人や物の行き交う要衝の地でもあった。ナバテア人の首都、砂漠を移動していたキャラバン隊の中継基地であったと伝えられてきた。立地条件の良さのため、紀元前1世紀頃から古代ナバテア人の有力都市として栄えた。ペトラの特徴として、スパイス交易の拠点機能と地水システムが挙げられる。完全な岩礁地帯であるので、 農業には不向きであった。また、雨が降ると、鉄砲水となって、渓谷内を通過していった。ナバテア人は、ダムを作って鉄砲水を防ぎ、さらに水道管を通して、給水設備を作り上げたことがわかっている。紀元前1200年頃から、エドム人たちが、ペトラ付近に居住していたと考えられている。エドム人たちの詳細は不明である。 産地に潜住していたホルビトセールの子孫らとの一部混交による人たちであろうと推定されうる。紀元前一世紀頃からエドム人たちを南へ追いやったナバテア人たちが居住し始める。ナバテア人はアラビア付近の貿易を独占。それに伴いペトラム古代ナバテア人の有力都市として栄えた。紀元前64年から紀元前63年頃、ナバテア人は ローマの将軍、ポンペイウスにより、その支配下に置かれる。ローマは、ナバテアの自治は認めたものの、税を課した。また砂漠から侵入してくる、異民族の干渉地帯とした。また、ローマ風の建築物の造営がこの頃始まった。紀元後一世紀の初期には、ナバテア王であった、アレタスは隣接するペレアの領主ヘロデと仲が悪く、何度も争い事があり、一度は、 小康状態になり、アレタスの娘がヘロデの元に嫁いだものの、後日ヘロデが兄弟の妻、ヘロデや夫と別れさせ、新しい妻にしようとしたため、アレタスの娘は逃げ出して実家に帰り、間もなく、ヘロデとアレタスの間に戦が起き、ヘロデ軍内の内部分裂もあって、アレタスが勝利したものの、創始国であるローマ帝国が割って入り、 戦を仕掛けたアレタスに問題があるとしてトライ次第処刑の命令を下した。紀元505年にローマ皇帝トライアヌスが反乱を起こしたペトラを降伏させ、106年にはペトラとナバテア人はローマのアラビア族州として完全に組み込まれる。363年ガリラヤ地震が発生した。多くの建物が崩壊し、水路網が破壊されるなどの被害が生じた。 663年、イスラム帝国によってこの地域が征服され、ペトラが主要通商路から外れると、ペトラは次第に衰退していった。749年、ガリラヤ地震が発生した。この地震によって大きな被害が生じると、ついにナバテア人はペトラを放棄した。八百十二年、スイス人の探検家、ヨハンブルクハルトが十二世紀の十字軍以降、最初に、 ヨーロッパへ紹介した。ルートビヒブルクハルトによる紹介以降、20世紀の頭から発掘調査が行われ始めた。2014年現在でも続いている。2000年の調査段階でも、未だ遺跡の1%程度しか完了していないと推定されている。2014年現在、85%が未発掘とされる。王家の墓と内緒の墓へドデルウェルカズネコ大の ペトラにおいては、アーロン山周辺に通じる航路を、南からペトラの平野を横切るか、あるいは高地から北に侵入していたとも考えられるが、現代の訪問者のほとんどは、東より遺跡に入場する。早朝な東側の入り口は、暗く狭いシークと呼ばれる峡谷を抜けて通じており、それは、ガンの岩盤の深い亀裂より形成された自然の地質特性であり、 ワディムーサに流れる水路の役目もある。狭い峡谷の終わる先に、砂岩の断崖に刻まれた、ペトラの最も聖地な遺跡であるエルカズネが立っている。エルカズネは、一世紀初頭に、偉大なナバテア人の王の墳墓として作られたものとされ、切り立った岩の壁を削って作られた正面は、幅30メートル、高さ43メートルに及ぶ。ペトラの地図この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。